西郷んは、林真理子による日本の歴史小説。文芸史、本の旅人に2016年2月号から2017年9月号まで、連載、2017年11月1日に、角川より情勢犯前後編及び波成版、上中下館の2形態で刊行された。薩摩藩の貧しい下級藩士の家に生まれ。 家族や大久保翔介らの友人に恵まれて育ち、やがて藩主、島津成明に、蕎麦遣いとして登用され、江戸や京都で活躍する、西郷吉之助の生涯を描く。日高立夫の作画でコミカライズされ、月刊コミックフラッパーにて2017年4月号から2018年12月号まで、連載された。また、中園美穂の脚本で、 テレビドラマ化され、NHK 大河ドラマ第57作、西郷どん』として2018年1月から12月まで放送された。明治37年、京都市に新しい市長が赴任した。西南の役で戦死した、西郷隆盛の息子の西郷菊次郎である。彼は西郷の息子であるということはあまり表に出さないでいたといい、自分が諸子であるということを話し、そして、 菊次郎は、市長室にやってきた部下にせがまれ、西郷隆盛の話を始める。時代は、幕末の薩摩藩である。貧乏な下級藩士の子、西郷正吉は、大家族の長男として生まれた。隣の家に住むのは、幼馴染の大久保昭介、後の大久保利道である。少年時代に、郷中同士の喧嘩に巻き込まれて、右腕を切られ、 剣を持てなくなる小吉。立派な侍になれないと嘆くが、メソメソするんじゃない、この安千穂が。侍が腰に二本も刀を刺してふんぞり返っている。時代は、もうすぐ終わるんだ。民のために尽くす侍となれ。と出会った、島津成明に励まされる。小吉は成長し、西郷吉之助と名を変え、氷方垣かやとして、薩摩藩に仕える。 おゆら騒動の後、成明が藩主になると、西郷は藩の姓を憂う書状などから登用され、江戸勤めを命じられる。西郷は幼馴染の正介や利縁を申し出た須賀により、支度金三十両を工面し、江戸に出発。成明のお庭番として活動する中、薩摩藩の厚姫と幕府の将軍、徳川家貞の結婚の縁談に成功する。それは、 政略結婚であった。品川の宿では吉之助は、ひい様と呼ばれる、一橋義信と知り合いになる。厚姫腰入れには成り明は成功したものの、同じ一橋派の老中、安倍正宏が死んでしまう。次期将軍は、伊伊直助の押す徳川家持となる。さらに良い明も病死。伊伊は反対派を粛清する、安静の大国の弾圧政治を始める。 朝廷工作を行っていた僧侶、月章と共に吉之助は、薩摩に逃げるが、日向送りの佐汰が下りと動獄。西郷は、月章と船から、受水自殺を図り、一人だけ生き残ってしまう。これは天命に違いなか西郷吉之助は、菊池言語と名を変えて、幕府には死んだことにして、薩摩藩に、島流しにされる。ささくれだった吉之助は、自暴自棄になり、 島で死人のごとく、落ち込んだまま。だが、島人の優しさに次第に心を開いていく西郷。薩摩藩からの圧勢に苦しむ島民と、心通わせた西郷は、島の娘、相仮名を暗語とし、長男、菊次郎を、長女、菊草を授かるが、薩摩に戻ることを三年後に許される。だが、島津久光の怒りを買い、今度は、沖の選ぶ島に流される。 再び薩摩に戻った西郷は、最初、藍津藩と薩摩藩で幕府側として、禁門の変や長州性抜で指揮を取る。しかし、徳川幕府の腐り切った体制を見るにつけて、西郷は倒幕に傾いていく。また幼馴染の糸と再婚。勝海舟、岩倉と美、坂本龍馬らと知り合った西郷は、藩内の反対派を抑え、長州藩と薩長同盟を結ぶ。 坂本龍馬の策だった。若き将軍、徳川家持が病死。最後の将軍となった徳川吉信は、最後ら武力倒幕を目指す輩が驚くような策を放つ。大政奉還である。これも龍馬の策だった。その坂本龍馬は暗殺される。江戸上層攻撃の前日、最後吉之助は、かつ舟に徳川吉信公は標順の姿勢である。 西洋では、標準を示す相手を攻撃するのは違法。徳川軍の武器も軍艦も渡し候。だから江戸総攻撃を中止してくだされと説得され、江戸無血会場に同意する。母親戦争で弟の吉次郎を亡くした西郷は、薩摩に戻るが、大久保に壊れ、新政府に参画。岩倉、大久保が、岩倉使節団として、条約改正のため2年間の予定で欧米に出発。 留守政府を任された西郷たちは廃藩治県や対等禁止令や地租改正、裁判制度など次々と改革を断行。やがて朝鮮国との外交をめぐって政官論が起こる。が、西郷は大使として朝鮮に赴き説得してくると主張する。だが、帰国した大久保、岩倉たちに反対され、西郷、板垣、江藤らは明治新政府を去りげや。 西郷は、薩摩、鹿児島県に戻ると、士族のための私学校、鹿児島私塾を作る。西郷らは、私塾の生徒たちの指導にあたるが、大久保の命を受けた資格が、西郷隆盛を暗殺しようとしたと激高し、生徒たちが騒動を起こす。そこから、日本最後の内戦、西南戦争に発展。老いの命、おまはんだに預けもん西郷は新政府軍と戦うが、 敗走に次ぐ敗走で徐々に追い詰められる。2万いた西郷軍はわずか数百となり、生まれ故郷の薩摩、鹿児島県の城山に最後の着人。その夜、西郷たちはフランス革命の歌をエンジンを組んで歌う。明治10年9月24日、明治新政府軍による城山の総攻撃が開始される。そろそろ行きもうそ西郷軍は城山を出て走り出す。視界が明けて、 雄大な噴煙を上げる桜島が見える。その時、西郷の巨体は崩れた。銃弾を腹と足に受けた。もう、ここらでよか西郷隆盛しす。西郷隆盛の魂は、上り竜のような昇天し、人々は、英雄の死を悲しむとともに、その偉大なる存在でいて、どこか愛嬌のあった、西郷吉之助を愛した。こうして、西郷の生き様は、伝説となり、 長く愛され続けることになる。その、西郷の名優、大久保利道も、西郷の死の翌年東京清居坂で暗殺された。こうして、維新の英雄たちの時代は終わった。出展、月刊コミックフラッパーにて2017年4月号から2018年12月号まで、連載、MF コミックスフラッパーシリーズより刊行された。全4巻、作画は、日高立夫 西郷んと題して NHK 大河ドラマの第57作として2018年1月7日から12月16日まで放送された。脚本は中園美穂。ありがとうございます。